第三の陣営、未明領域から現れた破壊の軍勢。まさかトップサーバントまで従えてセラフの破壊を開始しようとはな。もはやローマ領域云々のみの話じゃない。この領域もすでに敵方のトップサーバントによる支配が及んでいる。誰にとっても危機的状況なのは明らかだ。だがアサシン、あなたは随分とこの混乱を歓迎しているようだが。カカカ、大友よ、待ちわびたぞ。再びの血と肉のたぎりを味わえるその時が来た。裏切るつもりは毛頭ないが、しかしここは正直に言おうではないか。これなる状況は実にわし向きの修羅場に過ぎる。やれやれ、冷静であり良識があり道徳を重んじながらも戦いに興じる。理性のないバーサーカーよりあなたのような武人の方が俺は恐ろしい。味方であってくれるのが唯一の幸運か。どうあれ、あなたは戦場に出るということだな。しかし敵はムーンセルが召喚したトップサーバント。本来は巨大な危機に対応するためのものだ。そう簡単に倒せるものではないが、いや、余計な気遣いだった。存分に暴れてくれ。かあ、お主も分かってきたではないか。大友、わしに交代の二文字はない。難敵であるほど研ぎ澄まされるというものよ。全域に包囲線を展開する。良いな、第三陣の配置も進めておけ。敵も手強いですね。こちらも気合を入れましょう。
王に歯向かう不敬者がここまで多いとはな。これはどうだ。それでこそ世も十人の死骸がある。いよいよ敵将のお出ましだ。さあ迎え撃て。かかあぎってきたぞ。深くガウェイ一生の深く。目障りだ雑種、早々に失せるがいい。あの白騎士を倒すか。見事なものだ。王の前だ、勇姿を示すがいい。貴様がこたびの敵将か。良い面構えだ。倒しがいがあるではないか。遥か西方より音に聞こえし征服を、これほどの相手とまみえようとは。あの白騎士を倒すか、見事なものだ。まだやれるか、アルテラよ。愚問だな。全ての敵は私が破壊する。進むとしよう。少しばかり猶予をやろう。一時の命、ありがたく思えよ。量が増えたか。この調子で行くぞ。勝負が一撃。あぎってきたぞ。いい成果を出したようだな。こちらも見られたし。三体撃破ときたか。もはや敵なしだな。好きだらけの背中よな。すでに気持ちが負けておるわ。いつ覚めるのか。クーカカカカカカ。では味気しねえ。骨があるではないか。どれ骨があるではないか。どれもう少し殴り合おうか。素手で私に挑むのか。もしや剣を落としたか。心配無用。この剣がわしの証よ。槍を使ってもいいが、それにはまだ若すぎる。少しは戦いになってきたか。好きなら申し上げるな。すでに気持ちが負けておるわ。では弾けしねえ。夢かか、たぎってきたぞ。おいおい、倒しぞ。おいおい、倒しすぎだろ。すっげえ話になってきたな。我が発見に身の内に立つ父子を分裂巻き死ね。派手にすぎた。良い遠征で。おいおい、倒しすぎだろ。すっげえ話になってきたな。おい、くじったわ。我が波動をここについえるか。
そ。思えば皮肉なものよ。わしが再びセラフに召喚された理由は他でもない、世界開拓としての一要因の確保、新たに生まれゆくセラフの揺らぎ、 NPC ならざる自由存在としてのあり方を求められての召喚ではあった。わしだけではない。聖杯戦争に敗れ消え失せたはずのソロサーバントどもはそうして再び月に立った。魔剣士殿、お主は違うぞ。聖杯戦争を勝ち抜いたお主は孫うことなく勝者として月に新たなローマを開かんとしている。それは意義のある行いだ。後世の歴史家どもはお主の行いを口にするだろう。愚行と語るか異形と語るかは結果いかんだが、まあいい。話の筋が変わってしまうな。ともあれわしはお主に招かれてローマの領域へと入った。確証としての日々も悪くはなかった。石膏ばかりではつまらぬと思いもしたが、こうして戦うこともかなった。だがしかし、とうとう愛想が尽きたということか。気持ちはわからないでもない。しかし今回のセイバーは音に聞く暴君としての振る舞いとは程遠いとも思うがね。アーチャーよ、それは褒めているのかけなしているのかどちらだ。要は喜べばいいのか怒ればいいのかわからぬ。いいな、皇帝への不満なぞありはせぬ。声をかけられたがゆえにわしはローマの側についたが、ひとたび信を預けたからには仁義を通すべきであると頭では分かっているのだがな。ん？それはつまりどういう意味なのだ？それはな、詰まるところだ。カカカカカ、どうにも耐えきれぬのよ。死してもやはりわしはわしに過ぎぬ。この高ぶり、すべてをたぎらせた武の果てを望むのだ。ゆえに皇帝よ、これにてわしは確証を辞してローマの領域を去ろう。この決戦に対する勝利をもってしてわしは仁義を果たし、矢に下って強者を探すとな。強きものであれば何でも構わん。トップサーバントでもよい、ソロサーバントであろうと強ければ構わん。たとえ NPC であろうともな。これは強者のことごとくとし合うための旅なのだ。できればそう、槍使いであればなおよい。空風林の魔装もおろう、カルナの真相もおろう、あらゆる強者の槍を折って折って折りまくる。真に陸号大層をなす。わしはわしの喜びをもって世界を開拓しよう。無論剣であっても構わずへし折るぞ。お主のその一刀にしてもしかり、命もろとも真っ二つにな。遠慮はいらぬ、情けもいらぬ。さあ武を比してし合おうではないか。いざ参る。わしの血肉となって死ねえ。